皆さん、こんにちは。今日は、宇野塾通信7月21日の、ビデオを送ります。で、今日の、記事は、7月10日のエコノミストで、内容はアフリカでどこが一番ひどいか、被害の本当の実態わからないということで、話をさせていただきます。で、この下の図ですけれども、これは、アフリカ大陸でどこが、感染がですね、ひどいかということを示した図です。濃いやつが感染レベルが低い、高いというんですね。それから感染が低いのが薄いやつですけど、基本的にはこう書いてありますけど、ほとんどその実態はわからないんですね。で、かなり正確なのはエジプトと南アフリカはかなり正確な数字が示されていると思います。で、ちょっとアフリカの具体的に説明する前にですね、今、中というか、状況をちょっと説明しますね。これはアフリカの状況ですけども、累積感染者数、アフリカ全体で58万。これはですね、簡単に言えばめちゃくちゃ少ないんですね。どういうことかというと、58万で言ったら、世界で言いますとね、ロシアより少ないですね。インドは100万ですから、ブラジル200万、アメリカ370万ですから、かなり少ないですね。で、それで、具体的にそのアフリカ全体の合計ですけど、見ていきますと、これから感染の一途という状況ですね。このグラフからわかるの。それからですね、これ国別ですけども、サウスアフリカはこれ正しいんですね。エジプトもエジプトも垂れてきてますけど、どうなんですかね、やっぱりこのままこう下がっていけば、一次感染がですね、落ち着いてきたことになるんですけども、サウスアフリカはまだ全然感染者数が減ってない。他の国はですね、いろいろこうやってあるんですけど、ほとんど信用できませんね。で、これが今のこの感染者数、これ死者数ですね。これはだから横線ちょっと上昇気味で推移してますね。これも国別ありますけど、死者数ですね。南アフリカとエジプトで、あとはちょっと当てにならないということですかね。で、これは致死率マップで、5%以上の、感染者に対する死亡率高いのは、ここら辺とサブサハランというんですけど、このところですね、真ん中。それから、これはアンゴラですね。あ、違うか。アンゴラはこの下か。そういうこと、この濃いところが、感染者につ死亡率の5%以上ということですね。そういうことですね。あとは、国別にちょっと内容入るのを見ていきますけども、さっき言ったサウスアフリカですね。これ30万感染して、死傷者が4600人ですけども、この図を見ていただけばわかりますように、全然、収まっていないですね。それからですね、エジプトを見ていこうと思うんですけど、これエジプトですね。8万5000で死者4000。これ死者数はですね、さっき説明したサウスアフリカと関連、サウスアフリカは感染者32万もあって、エジプトはですね、8万5000で、4000ということで。エジプトは結構人口多くて1億200万いるんですね。これエジプトですね。この2つは結構データとしては信用できる。あとですね、中出てくるマリが説明出てくるんで、ちょっとマリ見てみますと、マリはアフリカの、真ん中ですね。2440人が感染者で121ですね。人口2000万ですね。ここ全く信用できませんね。ニジェールが、これですね。1100人と69人、人口2400万。これも数字が当てになるのですね。あと出てくる、コンゴ出てきますね。コンゴは81ですから、ここですね、DRC。8000名の感染者で193。で、人口が9000万。こんなことないですよね。それから、エチオピアが、例の、テドロス事務総局長も出てきたところですね。エチオピアが今のところですから、ここですね。
8500名感染者148名。で、人口1億1500万。この数字もですね、全く当てにならない。まあ、とりあえず全部見ましたけど、出てくる記事、国名ですね。で、そうしたところでですね、ちょっと実際に記事を見ていきたいと思います。イタリアにコロナがロンバルディア州を襲ったとき、まずこの州を、そして国全体をロックダウンした。ロンバルディアってさっき示したここですね。ここからコロナが発生したんですね、ロンバルディア。北のところですね。それでですね、ワクチンがないので他国も見習った。他国を見習ったってどういうことかというと、これ最初にやって、もうどこもそうです。一番最初は何度もお話しますけれども、最初はテストですね。それから隔離トレースということですけど、この当時はテスト、隔離トレースって、今最近はですね、トレースってやっぱりかなり難しいんですね。感染した患者が言わないんですね。やっぱりお店とか接触した人たちに迷惑かけるから。それでトレースよりもですね、最近はクラスター発生した地域をロックダウンするというふうなことが、まあ、最近の流れになってますね。で、ヨーロッパや東アジアではこうした手段はコロナを抑えることができた。しかし、発展途上国ではそうはいかなかった。どういうことかというと、コロナ、ラテンアメリカ、南アジア、アフリカでは増加した。まあ、特にですね、発展途上国とか後進国の場合に問題になるのはスラムですよね。スラムはソーシャルディスタンスなんで維持できませんし、まあ、トイレもないところもいっぱいありますし、まあ、手洗いって水がないところもあるんで、アフリカなんかですね。で、まあ、そういう意味で、まあ、今回インド出てきませんが、インドも全然、この実際私がこれ作ってる時自体でも収束してませんね。で、貧しい諸国は長い間経済どれほどの損害を与えるの？経済をと、あ、これですね、経済を止めるですね。経済止める余裕ないということは、ロックダウンしてもですね、アフリカなんかの場合は、こういう感じですね、市場をね、閉めないんですよ。ここを見ればわかりますよね。これちょっと、これですね。こういうふうに、外出禁止、交通封鎖。こういう、タンザニア、チュニジア、エジプト、コートジボワール、セネガルってありますけど、ガーナもそうですけどね。市場を封鎖しても、市場を閉めないんですね。なぜ閉めないかというと、彼らは餓死しちゃうんですね。だから感染者が拡大してても市場を閉めないと。で、経済を止める余裕がないとそういうんです。コロナがどれほどの、影響を与えるだろうかということですね。アフリカでは南アフリカやエジプトのような豊かな国では健康管理はしっかりしている。さっき見せましたよ、南アフリカですね、エジプト。まあ、さっきの、この図を見れば分かりますけど、これが正しいんですよね。これが正しいんですね。これ。南アフリカ、エジプトですね。他はこれ全然正しくないですよね。わけわかんないですよね。マリやニジェールはそうではないし、高齢者がいる。コンゴは政権が不安定だ。エチオピアはもっと安定しているが、スラムではソーシャルディスタンスを維持できない。16カ国は移動が少ないので、感染の拡大を抑えている。アフリカの場合はですね、交通手段があんまり発達してないんで、あちこち移動するってことないので、そういう意味では爆発的な拡大っていうのは全アフリカに広がるっていうんじゃなくて、まあ、そういうその、スラム街周囲に拡大している状況だと思いますね。ただ実際ね、わからないんですね、どれぐらい拡大しているか。死亡率が低い。これはまあ、平均年齢がアフリカの場合は全アフリカでも25歳以下ぐらいだと思いますので、まあ、死亡率低い。感染者のうち0.1から0.15%だと。
0.1%から、これ0.15%。アメリカはその5倍だ、死亡率ね。他の調査では富裕国並みの死亡率になるという推定もあるけど、多分ですね、年齢が若いのと、感染しても、まあだから若いですから症状出ないのと、そういう意味では、まあ確かにソーシャルディスタンスとかですね、手洗いとかマスクってやっぱり普及はしないと思うんですけども、圧倒的に死亡率は低いと思いますね。で、ここで言ってるようにアフリカのデータが取れないので、実態は分からないです。だから分かるのは、だからさっき言った南アフリカとエジプトぐらいですね。テストもない、死亡の原因も分からないというのは今のアフリカの実態で、ただですね、今南アメリカに、南アジア、インドと南アメリカにそのコロナが第一次感染でわーって拡大して、途中でまだ収まってないんですね。第一次感染広がっている南アフリカと南アジア。で、これからアフリカですね。で、アフリカはどうなるかわからないです。ただ何が困るかというとですね、若者でもやっぱり感染して重症者が出てくるんですよ。ただ問題は人工呼吸器がない。それから病院がきちんとしてない。南アフリカとエジプトぐらいですかね。あとはもうそういう設備がない。ですから、かかったらやっぱりもう、ただね、もう一つ、まあ、死ぬしかないところもあるんですが、もう一つ違いがあるのは、エボラ熱が2、3年前に入りましたよね。その時の経験がやっぱり彼らあるんですね。ですから、それをどういうふうにこう自分たちを守るのかっていうことは結構知ってる国も多いんです。で、そういう意味ではもうちょっと様子見ないといけなりませんけど、ただ感染が今後爆発的にいくっていうことは間違いないと思いますね。まあ、今日はアフリカを取り上げたんですけど、要するにこの、アフリカの地図でもありますように、要するに何だか分かんないっていうのは実態ですね。まあ、それが、まあ、アフリカの今の状況で、まあ、そういうことです。で、よろしくお願い、登録お願いします。以上で終わります。